大田区産業プラザは、東京都大田区にある展示場、会議室、経営、技術支援機能を備えた大田区の産業支援施設。愛称はピオ。大田区産業プラザ条例第1条に、大田区産業の環境基盤を整備し、その活性化を図り、合わせて産業活動を担う勤労者の福祉工場に寄与することを目的とすると規定されている。 当地は聖火を取り扱う茨城かまた分城の敷地であったが、大田区産業会館を機能拡充するために同館を閉館して新たに産業振興支援施設を建設する計画が進められ、当地が建設予定地として選定された。聖火市場を大田市場に集約移転し解体撤去した後地に本施設及び都営住宅が新設された。設計は るい設計室による。全体構造的には単一の建造物だが、展示ホールを主体とした、低層部と会議室及びコンベンションホールを主体とした、高層部に分かれており、高層部は敷地の有効利用の面もあって、鋭角三角形の平面型を持っている。そのため、外装デザインと合わせて、独特の外観を成しており、特徴的な外観の公共建造物としても有名である。 ありがとうございます。